どうも、全力投資です。3月25日月曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日は3月のお給料日ということで、動画の後半、我が家のお給料についてお話をしていきたいと思います。ぜひ、最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども、今日は日本株、高値からの下落といったところで、直近では日経平均も最高値を更新していましたけれども、今日は一旦の利益確定なんかも出てきていたのかと思います。 日経平均日中の値動きですが3月25日週末よりも安いところから寄りついた後、前場に関しては10時を過ぎたぐらいから一段と売り込まれたんですけれども5倍以降も一段と売り込まれるような形になっていましたので日経平均本日は全く強さがない一日だったかと思います。 そんな結果、3月25日の日経平均、週末に比べてマイナス1.16%、値下がり幅で474円、終わり値で4万414円となっています。日経平均は本日下落はしているんですけれども、しっかりと4万円台はキープしていますので、この先4万円台で値固めをしてくるのか、また3万円台に転落してくるのか、このあたりは先行き注目になってくるかと思うんですけれども、もう間もなく3月の権利落ちもありますので、今週は引き続き急な相場の変動には注意をしていきたいと思います。 次にトトピピッッククススを見ていきますすが、今日はトピックスも比較的弱かったですね。3月25日のトピックス週末よりも安いところから寄りついた後、前全場に関してはもみ合いといった雰囲気だったんですけれども2時半ぐらいからですかね一気に底根を探るような展開になっていまして今日の引け根ほぼほぼ安値かなと思いますのでこの辺りはトピックス雰囲気の悪い一日だったかと思います。 そんな結果3月25日のトピックスは週末に比べてマイナス1.26%下落幅で35ポイント終わり値で2777ポイントとなっています直近では投落列車もかなり上昇していましたのでトピックスも加熱感が抜けてくるまではこの先注意が必要になるかなと思いますそんな結果3月25日私の資産状況どうなったかというと楽天証券で保有している金融資産額3月25日は昨日に比べてマイナス72229円となっています 本日、私の楽天証券の資産額は小幅下落といったところなんですけれども、今日はお給料が入って楽天証券に現金を入金していますので、その影響で証券口座内の資産額としては小幅下落に見えるんですけれども、日本株これだけ下落していますので、私の持っている日本株ポートフォリオも結構下落をしていたかと思います。日経平均で本日は1.16%下落していたかと思うんですけれども、そこから比べれば私の日本株のポートフォリオはマイナス9.1%ぐらいの下落ということでしたので、指数から比べれば下落率 率としては割と小さかったんですけれどもそれでもそこそこ売られた1日だったかなと思いますということで個別株の状況を見ていくんですけれども今日は売られていた銘柄非常に多かったですね建設とか設備関連に関しては第難だけは本日しっかりした値動きなんですけれどもその他に関しては結構売られてますねはいで jc リクルートメントあるとなこのあたりも弱いんですけれどもヒューマンホールディングスプラス6円ということでこちらはしっかりとした値動きになっています はい、で、そこから下も全部弱いですね東京レクトロンデバイス本日マイナス130円ということでこちらもしっかり売り込まれたなといったところです双日に関してもマイナス40円ということで、まあ、1%弱の値下がりにはなっているんですけれども株価4000台はしっかりキープしていますのでこの辺りは良かったかなと思いますはい、で、その次ヒューリックですねマイナス31円となっていましてこちらもそこそこ大きく下落をしている一方でビルに関してはプラス1円ですのでこの辺りはしっかりとした値動きですねで今月買い増ししようか迷っていた栗山ホールディングスですけれども も、本日プラス31円となっています。で、化学セクターに関しても全部弱いですね。j タワーに関しても本日はマイナス90円ということでしっかり売られています。はいで、フォーカスシステムズ、山田コンサルティンググループ、この辺りは強いですね。出光に関してもプラス8円ということで、株価1000円を超えているんですけれども、まだまだ強い動きになっています。 で、そこからはね、動きまちまちといったところでして、製造業関連ですね。日本電気ガラスはマイナスなんですけれども、日本特殊陶業とか日本製鉄、この辺りは結構いい動きをしていますね。はい。で、SWCC とか3はこの辺りは弱い一方で、DMG 森製機に関してはプラス76円。こちらが大幅上昇となっています。で、小松が弱くて、アネスという技が強いといったところですね。iPhone に関しても本日はプラス40円となっていますので、しっかりした値、ね、動きだったかと思います。 で、輸送用機器ですけれども、イスズ自動車、ヤマハ発動機、このあたりは揃ってマイナスですね。で、また半導体関連ですけれども、白銅、東京精密、キヤノン、このあたりは揃って下落となっています。で、クレステック、タカランドカンパニー、こちらが本日はプラスとなっているんですけれども、ローランド、ここ最近株価さえないんですけれども、今日もマイナス80円、結構売られてます。はい、で、バルカーも今日は強いですね。株価も5000円を超えていますけれども、まだまだ強い値、ね、動きになっています。で、商社周りですね、伊藤忠から始まって、伊藤忠 NX までどれも全部マイナスとなっていまして、 その下金融関連ですけれども三菱 UFJ メガバンクですねこちらも大きくマイナスとなっていますがそこからしたジャックスとかオリックス野村ホールディングスこの辺りも全部弱いですねはいで不動産セクターイオンモール統制この辺りも揃って下落となっていますし先行グループもマイナス10円となっていますで引き続き株価が強いのがスカパーですね本日もプラス11円となっていましてこちらも株価1000円を超えてきているんですけれどもまだまだ上がっていきそうな感じですねで通信セクターに関しては NTT ソフトバンク揃ってマイナスとなっています はいいでで電源開発とかアイネット1年この辺りも弱いですねクレオに関してはプラス5円しっかりした値動きとなっていますがヤマダホールディングス本日はマイナス4.3円ということでヤマダホールディングスも本日はしっかりと売られた一日になっています。 ということで、持ち株眺めてみたんですけれども、さっきもお伝えした通り、今日は売られた銘柄かなり多かったかなと思います。全体の60%から70%ぐらいの銘柄が売られていたかなと思いますので、さっきもお伝えしましたけれども、投落レシオだいぶ上昇していましたので、目先の投落レシオが落ち着いてくるまでは、今日みたいな値、ね、動きが続く可能性は注意をしておいた方がいいかなと思います。そんな結果、楽天証券に保有している金融資産額3789万2490円となっています。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、3月25日終了時点で43049,067円となっています。 総資産額めでたく4300万円台に乗せてきているんですけれども本日はお給料日ということで月の中でも一番現金があるタイミングになりますので月末に向けてはここからカードの引き落としとか口座振替の請求とかいろんなものの支払いがきますので月末に向けては資産額が減ってくる要素の方が結構大きいんですけれどもそのあたりは日本株のしっかりとした値動きでなんとかカバーできたら嬉しいなと思ってますなんですけれども先物なんかを見てもやっぱり売られていますので多分明日とか明後日ぐらいには資産額また再び4200万円 4300万円台に落ちてくるんじゃないかなと思いますので4300万円台しっかり乗せてくるのは4月以降になりそうかなと思ってます。 はい。で、本日お給料日ということで、私も新しく銘柄を購入しようかなと思って、朝市で差し根を入れていた銘柄もあるんですけれども、本日は残念ながら差し根刺さっていませんでしたので、3月のお給料で買う銘柄に関しては、私の差し根が躍上したら動画の中でお話をしていきたいと思います。買い候補の銘柄に関しては先週もお話をしていましたので、興味があればそちらを確認いただければと思うんですけれども、この先株価が揉み合ってくるようであれば、ちょっと他の銘柄も探していけるかなと思いますので、新しく買いたいなと思った銘柄に関しては、 また動画の中でお話をしていきたいと思います。はい、ということでここからは冒頭お話しした通り、本日お給料日ということで、3月25日我が家の収入についてお話をしていきます。このあたりもだいぶ恒例になってきましたね。我が家が毎月どのぐらいのお給料をもらっていて、どのぐらいの金額を資産運用に回しているのか、このあたりが参考になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、一応動画の中で毎月お給料を公開するようにしています。 はい。で、前置きはこの辺りにして、早速今月のお給料の状況を見ていくんですけれども、今月はお給料このような状況になっています。 我が家は夫婦でダブルインカムの状況ですので私の収入と妻の収入があるわけなんですけれどもまず私の収入からですね2024年3月25日にいただいたお給料29万5072円となっていましたこちらの金額は手取りになりますので実際にお給料の口座に振り込まれた金額ですねで妻の収入ですけれどもこちらが3月25日に振り込まれた金額で29万7048円となっていました今月は私の収入よりも妻の収入の方が多いんですよね我が家は夫婦ででで、年収そこまま変わりありあせんので 大体どちらも手取りで25万円から30万円ぐらいかなと思うんですけれどもその他にも今月は臨時収入がありましてこちらが7002円ですねでこの7002円に関してはとある支払いが戻ってきたお金になりますので毎月あるような収入ではないんですけれども私の収入と妻の収入そして臨時収入を含めた世帯の合計収入でいうと59万9122円となっていましたということで3月25日収入金額としては大体60万円といったところなんですけれどもそこから生活費とかを除いた金額で 今月は楽天証券に27万2,862円ほど入金をしていますので貯蓄率とととしては大体50弱といった弱っころですです毎月お話ししていますけれども私が今30代となるんですけれども30代の夫婦の世帯収入としてはそこそこ多い方かなと思いますしダブルインカムで妻の収入も女性の平均年収から比べればおそらくかなり高いかなと思いますので世帯の月々の収入としてはね結構多い方じゃないかなと思ってます。 なんですけれども貯蓄率に関しても結構大きいので全然贅沢ができてないんですよねで資産額が4300万円ぐらいになってくると都内の中古マンションとかだったらね多分一括で買えるような物件もあったりするわけなんですけれども正直ですね家とかもいざ一括で買える金額が手元に溜まってくるとじゃあそれ無理して買おっかっていうふうにならないんですよねなので資産運用が順調にいけばいくほど夫婦の物欲がどんどんなくなっていくような状況になっていますのでもっとお金使えばいいのにって思われる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもおそらくまだまだ この先もだいたいこのぐらいの貯蓄率になっていくんじゃないかなと思います。はい、で60万円から生活費を引いてだいたい27万円ぐらいということですので、じゃあその生活費毎月どんな風に使っているのかについては、また明日以降の動画で詳しくお話をしていきたいと思います。 この辺の夫婦の世帯収入、そして生活費、4300万円の資産運用をしている家庭、一体どんな生活をしているのか、このあたりが多くの人に参考になればいいなと思いますので、来月以降もこのあたりは赤裸々にお話をしていきたいと思います。はい、ということで本日お給料日になりますので、日本株も景気のいい相場を期待したんですけれども、残念ながら日本株本日はマイナスとなっていましたので、今日は非常に残念な一日だったんですけれども、まだまだ日本株高値圏内にありますので、この先も日本株の値動きには期待をしていきたいと思います。 以上。